ちは、今日はテグーの、飼育用ケージの加湿をしたいと思いまして、で加湿器をねちょっと物色してたんですが、なんで加湿、そもそもテグーってそんなにね加湿のところでが必要な生き物、トカゲではないんですが、我が家のこのケージがですね、スペースの関係上置いてる場所がこういうエアコンの真下なんですね。これあんまり良くないんですけど、置くところがないんでもうしょうがなく、ここに置いてるような状況ではあるんですが、こうそうするとですねものすごく乾燥する。で、温湿度計ここに入れてるんですけども、最悪 30% を切るぐらい、乾燥した状況になってるんですね。で、朝晩霧吹きして一時的に、湿度は上がるという形にはなるんですが、ただバスキングライトとかね、こう赤ランプとかつけてるともうすぐに蒸発してしまって、もうすぐ 30% っていう状態になってしまってたんで、なんとかこれちょっと加湿したいなというふうに思って、で加湿器を探してたんですが、爬虫類用のね加湿器っていうことで、全水っていうメーカーが出してる加湿器があるんですけど、だいたい7000円後半から8000円ぐらいしちゃうんですね。で、高えなというところで、機能的には物的には通常の部屋に使うようなものとほぼ変わらず、そこにホースがついてるような状態だったんで、ホームセンターで今回ですねこういったものを買ってきました。これは2480円の普通の室内用加湿器ですね。そこに洗濯機用のホースを接続して、でちょっとエルボーかなんかでねちょっと加工してつけてはいるんですけど、ちょっと見栄え的にはねいまいちかなというふうには思いますが、機能的には十分ですね。これここで調整ができてですね、これマックスにすると結構な量出てきます。こんな感じで出てきますね。で、今30分ぐらい経ってるんですけど、もうすでに 70% 以上、 60% 以上ぐらいかに今なってる、65% ぐらいになってる状況ですね。なります。こんなのちょっと、テグー子供のうちはだいたい 50-60% ぐらい、もしくは 70% 弱ぐらいの湿度があると脱皮不全とかね、そういったものになりにくいと言われてますんで、できるだけちょっと加湿してあげようかなというふうに思っています。で、見た目はちょっとかっこ悪いですけど、十分かなと思いますね。大きくなったらそんなに加湿する必要ないんで、それで室内に使ってもいいし、ちなみに室内は今 34% になってますんでね、非常に乾燥した状態です。で、ちょっと失敗したのが、これあんまりタンクの容量が大きくないんですね。大体 1.6 リッターぐらいしか入んないんで、連続使用で8時間ぐらいしか使えないよと。で、この上に4リッターっていうのが同じ形のものでありまして、4リッターだと、大体20時間から1日持つというふうに書いてあったんですけど、結構でかかったんで、ちっちゃいのとりあえずにしたんですが、8時間朝つけて夜って感じですかね。夜はもう一回水足してっていう感じになるかもしれないですけど、ちょっとこれでやってみようかなというふうに思ってます。
こんな感じでね、マックスにする必要全然なくて、これをもうちょっと絞ってね、半分ぐらいまで絞れば 50-60% になってくるのかなと思いますんでね。まあ、ゆくゆくは今こうスマートコンセントっていうのがあって、あのスマホで制御できたりとか、あと温湿度計と連動させて 60% 以下になったら稼働するよみたいな形のものも、あの今安くね市販されてるんでね、そういったものをこれと連動させてやっても面白いのかなというふうに思ってます。まあ、とりあえずちょっとこれでね、ちょっと見た目かっこ悪いんだよな、見た目がいまいちなんですけど、黒いホースだったらよかったんですけどね、黒いホースってないんですよ、洗濯機用で。んで、まあこれでちょっとやってみて、あんまり気に入らないようだったら取るかもしれませんけども、ちょっと様子見ようかなと思ってます。そんなところです。それでは。